はい、おはようございます。時刻は朝の7時5分ぐらいです。次の駅はですね、 JR 鶴見線の国道駅に来ております。今駅のね外から始めてるところですが、これちょうど線路の下、ガード下のところからね今日は始めていきたいと思いますが、まあまあ車通りますね。鶴見駅の横なのでやっぱりこう割と都会だなっていう感じはしますね。だいぶこう車とかね、トラックも多いなっていう気もするんですけど、早速ね駅の中入っていきたいと思うんですけど、なんかこれ有名なんでしょうかね。やっぱりこの駅戦前からある駅なのか、昭和5年に建てられた駅なんで、これアメリカ軍のね空襲の後、機関装車のね跡がねこう残ってるような感じではありますね。早速ね駅中に入っていこうとは思うんですけども、すごいレトロな駅で、昭和5年の時からこの建物が1回も改築されてないということで、そうですね、三方住宅舎とか家土地はすごいですね。看板がマジで昭和だって感じしますが、これまたあのアメリカ軍の機関装車の跡っていうやつじゃないですか。なんか穴ぼっこ開いてますけど、空襲のね跡を受けたのがそのまま残ってるというね、いやすごい駅だなと思いますけど、なんかここのガード下もすごいですね。朝なのでお店やってないんですけど、すごいですね。なんか富屋とか飲み屋とか、なんかこういうような形になってて、もう昭和初期、もう最初の昭和のね駅のまんま残ってる駅なんでね、非常に珍しいなって。一回も改築されてないっていうのもまた素晴らしいですよね。あの機関装車の後だとね、やっぱりあの肥薩線のね大隅横側を思い出しますけど、あそこはね木造なんですよね。でここはね、コンクリートの駅舎なんですけど、いつも通りこう首都圏の路線図あって、なんとここね自動券売機もあったりしますね。で千円札しかどうやら使えないようなので、高額紙幣をお持ちの方は、なんかこのそこのね自動証明機、自動なんだこれ、乗車駅証明書発行機で、こう取って向こうで払うっていうことなんですよね。でホテルここ券売機あるんで割と来やすい。そしてはなんとこうスイカ、まあ、いつも通りタッチパネル式のスイカのやつもあるので、まあ、比較的来やすいのかなとは思いますけど、あと時刻表なんですけど、上りですね、結構日中土日もね朝やっぱり来るので、7時台に来るとすごく来やすい駅ですね。平日なんかも7時台8時台に来ると非常に来やすいと。で下り方面もそうですね、7時台8時台が非常に来るので、来やすいかなと思います。でここを上っていくと、駅のホームに行くので、それでは登ってってみましょう。まあ、鶴見方面に行くのでこっち側に行ってみようかなとは思うんですけど、まあ、割とねやっぱ都会なのでね人が多かったりするので、あまり映んないようにねしていきたいとは思うんですけど、あとね7時15分のさっきの電車に乗れそうなので、まあこっち行くと弁天橋朝の扇町なんですか、海芝原大川方面で、こっち鶴見方面なんで、とりあえず鶴見方面に行ってみましょうかね。7時台はね多いんで、へえすごい駅ですね。初めて来ましたけど、こんな昭和初期の駅ホームがね残ってるなんてのはすごいだなとは思いますけど、いやー結構ね人がいらっしゃるんで、まあ後でモザイク処理して入れないようにしたいと思いますけど、よいしょ。ああだいぶねちょっとずれてきたので、あんまり映さないようにしたいと思いますが、ちょっとホームに上がってきましたね。朝がちょっと眩しいですね。なんか素振りしてる変なおっさんもいますけど、まあ無視しましょう。まあまあこういう感じで、こっち鶴見方面ですね、2番線に来ましたんで、こっち鶴見方面で海芝浦と、ずれちゃったね、ちょっとお待ちくださいね、まあ、海芝浦と大川方面ですね行くと、まあまあ、あの終着駅ね、改札から出れない海芝浦なんか有名ですけども、この前行くと扇町ね、猫の多いあの扇町にも行けますね。国道右鶴見、左鶴見温度ということで来てますけど、あなんか向こうから電車が来ましたけど、いやー眩しいですね。でこっち側これ以上行けないんですけど、まあ鶴見区ということでね、こういうふうに建物がありますね。ちょっとね画面ずれたりしてるんで、
そのずれてるところはちょっと後でねカットさせていただきたいと思います。編集しようと思うんで、まあこういう感じですね。これは多分、あ、珍しいですね、大川行きの電車ですよこれ。なかなかないと思うんで、まあまあ乗ってます。大川行きの電車が行ったんですが、そっちですよね。まあこんなとこですかね、ここも。以上ですね。国道駅でございました。